じゃあ発信します。はい、坂道登ってます。まあ、当たり前のようにあのスピードメーターが道路の上に映ってるのがすごいな。もうこっちからは見えません。うん、あの生まれて初めてあれ見た時びっくりしたけど、今それが普通になってるのが怖いね。すごいわ。で、手前にさ、こんなに豪華なディスプレイあるのにね、運転するときはもうあそこしか見る必要がない。エンジンはまだあのスカイアクティブ G っていうで1種類だけなのよこれ。でそのうちあの電気で走るやつを投入するかもしれんって言っちゃったね。わあ、よう走るわこれ。滑らかな加速、スムーズだよね。スポーツモード、うん、イエーイ走るね。これ 2000cc156 馬力エンジンプラス7馬力のモーターつけてるから 1.4 トンのね、 1.5 トン以下の車体を170馬力ぐらいで引っ張るから走りますよ。よく走る。はい、じゃあいつもの坂道登ってみましょう。だいたい試乗コースでここが一番の急坂ですね。さあ行くぞ。おお、すごい、スムーズ。あと旋回能力はね、うん、マスターのね、このねベクタリングなんとかってね、あのこうならんようになったの。すごい安定してる。すごい安定してるやろ。すごいね、四輪駆動じゃないのにね、これこれ食いついとる。これで四輪駆動車やったらどうなるんかね、うん、路面に食いついとるよ。すごいよね、これで四駆じゃったらどうなるんやろ。後ろもね、後部座席もね、振られる感じがせん。結構スピード出して回ったけどね。全くなかった。めっちゃ安定しとる、うん、このアニメーションが年々進化していくね。車毎日毎回のことなのに。はい、ですね、注意を受けたのがこれドライブ、ニュートラル、バックで、これがあたかもパーキングみたいなんだけど、こうやらないとパーキングにならないっていうことですね。これ90度ぐらい開くんだけどね。後ろに乗り込むときこれ近づけていって、あ、これは開くんだ、当たらんもんだ。今これを閉めて、これで閉まる。こうやって一人で自力で出れるよ。出ようと思ったら。はい。